即居儀で、即居中のポーランド海軍、ブルザ旧駆逐艦、ブルザの水平レンジファインダーとは、本来、距離計一般を意味する語であるが、日本においては、光学士差式の距離計に限定して指すことが多い。大型のものは、即居儀とも言う。大仏レンズの後ろにある鏡の傾斜角度で距離を測定する。カメラでは、レンジファインダーカメラと呼称される。 左右に離れた2個の対物レンズで取り込んだ画像を距離計に連動して回転する鏡によって合成プリズムに送る。接眼レンズから覗いた左右の画像を重ね合わせて距離を測定する。覗いた時の画像は上下に分断して見えるものと二重に重なって見えるものとがある。回転する鏡が片側だけのものと両側とも、かつてこのような距離測定はほとんど、 光学視差式距離計によっていたが、近年は他の原理を採用したものも出現するようになった。左右の対物レンズ間の距離を気線長と言い,い、これが長いほど精度を高くしやすい。カメラに組み込んである光学視差式距離計の気線長は長くとも 10cm 程度であり、船舶用などで手持ちの光学視差式距離計の場合30から 40cm 程度である。 奇船長に工学系の倍率をかけたものを有効奇船長と呼ぶ。奇船長が1、2でも倍率が2倍であれば、理論的には同じ精度が得られるが、実際には倍率は誤差にもかかるため理論そのままの精度にはならない。ここでは主として海軍の艦砲のための即居技について述べる。砲術全般について述べると長くなるため省略するが、一般に基本的には 放物線を描いて飛ぶ砲弾群の散布界に目標を捉え続けることが要定であり、目標と着弾点に対する即挙はその重要な要素である。大日本帝国海軍が初期に導入した即挙技はイギリスのバーストラウド製で日本海海戦で有名な戦艦、ミカサのものは汽船長1.5メートルの FA2 型であった。 射程距離の身長に伴い気船長を長く取るため巨大化し、帝国海軍の末期の大和型戦艦では、ネームシップの大和、二番艦、武蔵いずれも日本工学製の気長十15.5メートルという即居技が、環境の上に備わっていた。陸上用も含めた世界最大の即居技は、イギリス帝国が当時植民地としていたシンガポールのブラガンマテ要塞に設置した、 奇戦長100フィートのものである。これもバーンド・ストラウド製であった。光学視差式距離計が組み込まれていて、撮影用レンズの焦点距離調節機構が内蔵距離計に連動しているため、焦点合わせに距離計を利用できるカメラをレンジファインダーカメラという。ありがとうございます。